今回の動画は、去年、挿し木をしました、イチジクの、ホワイトイスキアの撮影をします。ですね、こちらのホワイトイスキアなんですけど、現在実が 1,2,3,4,5 5個ほどついてます。で、まあ、6個ついてたんですけど、1個、先ほど落ちていたので収穫しました。で、こちらの、まあ、ホワイトイスキアなんですけど、まあ、ちょっとした実験をしてまして、まあ、どういう実験かと言いますと、こちらのホワイトイスキアなんですけど、野外の栽培ではなく、一年中、室内で栽培をして、実をつけて収穫まで持っていけるかどうかという実験をしていました。で、まあ、先ほど言ったように、熟した実が、今日1個落ちていましたので、これからそれを、食べてみようと思います。まあね、こちらのイチジク、ホワイトイスキアなんですけど、まあ、室内で栽培して、まあ、ほとんど肥料もやらずに、ただ水だけ与えて、まあ、窓辺のところで管理していたイチジクなんですけど、まあ、まだ去年挿し木したばっかりなんで、木が若いのか、まあ、肥料やってないせいか、室内栽培のせいなのかわからないですけど、収穫した実は小ぶりです。まあ、次にこれあたり収穫できそうなんですけど、それではね、ちょっとね、こちらね、収穫した実なんですけど、これを切って食べてみようと思います。まあ、まあ、もともとホワイトイスキアって小ぶりな品種なんですけど、まあ、ね、肥料も与えてなかったし、室内栽培だし、まあ、いろいろあって、まあ、通常よりだいぶ小さい果実ですけど、まあ、自然に落下していたんで、熟しているとは思います。それではちょっと切ってみます。まあ、熟してはいますね。はい。ちょっと潰れちゃいましたけど。柔らかいです。じゃあ、ちょっと、食べてみようと思います。ああ、室内栽培、で、まあ、収穫しましたけど、まあ、それなりに甘いですね。まあ甘いだけでちょっと酸味とかはないんですけど、甘いです。ちょっともう一個食べます。まあ甘いです。まあ、私的にはもうちょっと酸味あった方がまあ好みなんですけど、まあね、このようにね、室内栽培でもね、ちゃんと実がつきますし、収穫もできました。まあ、実験的に言えば、まあ、まあうまくいった方じゃないですかね。まあ、もうちょっとね、木が大きくなれば、まあもうちょっと大きくていい実つくと思うんですけど、まあそれもね、ちょっとね、今後ね、実験していきたいと思いますけど、とりあえず、今回の動画は、室内で栽培したイチジク、ホワイトイスキアの収穫ができましたという、動画です。それでは失礼します。